はい。マネーセンスカレッジの浅田修二です。えー、質問が寄せられてましたので回答していきたいと思います。AW340 代の方からご質問いただきました。ありがとうございます。えー、会社代表をしています、えー。個人での全世界投資をしていますが、あ会社の余剰資金も投資で増やせたら良いと思っています。個人と法人での投資の仕方は変わってきますかまた、個人で NISA 運用との違いについて解説をお願いしたいです。ありがとうございます。 ま,あまず結論として法人での運用は基本的にはお勧めしておりません。なので会社代表をしているということでどのぐらいの規模の会社なのかにもよるとは思うんですけども小規模企業ということであるならばまあ会社のお金は引き出してしまうことが一番ですね。 もしくは会社の中にある程度のキャッシュがないとお金を借りるとかそういうことができなくなると思いますので、まあ黒字化はしていると思うんですよね。まあこの余剰資金があるということですので、黒字化はされているということであれば、まあ黒字の 部分をでですねある程度に抑えててていいいいただいて、まあ、会社かから引っこ抜ししまうううのが一番でしょうか小規模企業、まあ中規模でもそうですけども、もう大企業でない限りはですね、企業運営としては1にキャッシュ、2にキャッシュです。あの、現金を持っておくっていうことが一番大事になります。なので、も、ま、う、あ、現金がなかったらもう倒産しかないので、えー、むしろ会社が倒産する理由っていうのはキャッシュがなくなることだけだ。 っていうふうに考えていただいてもいいかなと思います。まあ、それ以外に赤字企業っていうのはもう言語道断なわけですけども <laughs>。あの、なので、えー、基本的に、えっ、ー、と、キャッシュを潤沢に用意しておくっていうことが大事かなというふうには思います。で、えー、会社の中に、まあ、余剰資金として、まあ、キャッシュが残っているっていう状態っていうのは、私自身はあまりよろしくないのではないかなというふうには思います。ある程度の金額は当然いりますよ。はい。まあ、運転資金ぐらいはいりますけども、まあ、あの、それ以上のお金をですね、まあ、会社の中に残しておくっていうのは、 はまあ多少もったいないのかなというふうには思いますねまあじゃあ会社から引っこ抜くにはどうしたらいいのかということなんですけどもまあいろいろ引っこ抜き方はありますよね会社からお金を引き出す まあ個人に引き出す。まあこの会社代表の方に引き出すっていうね。まあ AW さんに引き出すっていうことは、基本的には、まあ役員報酬か、あもしくは配当しかないんですよね。まあそれ以外の方法っていうのは非常に限られてはいるんですけども、まああの、できなくはないっていう感じですかね。一つは、確定拠出年金というのがありますかね。まあどうせ運用するということであるならば、まあ会社の方に選択型確定拠出年金、まあ SBI ベネフィットっていうところがありますので、まあその SBI 証券、 の比較的、えー、安いファンドを。 を用意しているところがありますので、まあ、それを導入されて月5万5千円まで会社代償の方でもできますので、まそれを運用していただくとで、もう確定給付支援金全額やってます。ということであれば、まあ、会社の規模にもよるんですけども、まあ,あの規模が小さいということであれば、小規模給業協済っていうのがありますね。まあ、これも所得控除を受けることができます。まあ、その所得控除を増やしてですねでその分だけ会社から引っこ抜いちゃうということですね。で、まあ、小規模休業協済に関しては所得控除はあるんですけども。運用利回りとしては？ 程度ででで低いのでこれを元でにですね、まあ、貸付制度というのがありますので、まあ、貸付で受けてしまうということですね大体、まあ、いい8割程度、まあ、1年目はちょっともう少し低い7割程度になってしまうと思いますけども、まあ、ある程度続けておられると8割程度は借りることができます金利としては1.5%っていう現状ではね1.5%になっていますので、まあ、1.5%に借り受けてその金額をまた運用にますと。 ということですね。まあ、個人で運用を回していくと、まあ、新しい n i では1,800万まではいけますけども、まあ、おそらく会社代表をされているということで、あっという間にこの金額は埋まってしまうというふうに思います。特定口座までいきますと、まあ、個人ですと20.315%ですね。ただ、まあ、あの、法人で儲けが出ちゃうと、これはもう自家計算で毎年毎年申告しなきゃいけないというふうになりますまあ、800万までは、まあ23、23%程度で収まりますけども、まあ、800万超えるとですね、まあ33、33%程度実行税率が ますので小規模中規模であればまあ、そうなってくるとですねまあやっぱりこう まあ個人と比べると税率が高いっていうのがありますかね。で、しかもそれで儲けたとしても結局会社から引き出すには報酬か配当しかなくって、まあ報酬で引き出せば社会保険がかかってくるし、配当で受け取れば税率が高いと、<laughs> 累進課税になっちゃうっていうようなものになりますので、まあ一長一短ありますよね。それ以外ですと配偶者の方を役員にして二つ分割でされるとか、まあ会社代表をされてるんであれば個人事業をもう一つ立ち上げて、会社の その部分の一部分を個人事業に回しちゃうとかまあ、会社を2つ去てた。消費税を安く納めるとか。まあいろいろ節税はあるので、まあ、そういう節税をされながらですね。まあ、報酬を受け取っていくとで。まあ、個人事業と会社代表であれば会社の方の報酬。を引 低くして個人事業の方を高くすればこれね。ま社会保険料が安く済みます。また、だま社会保険料安くしたらまその分だけセーフティネットが低くなってしまうので、まある程度の金額まではまらっておいた方がよろしいのかなというふうに思いますね。まある程度っていうのは、まあその金額もらってたらま自分一人は生活できる。まあ、家族は生活できる。まあ、夫婦二人生活できるっていうぐらいの報酬に関しては会社からですね。まあ、受け取って社会保険ですね。厚生年金とか。まあ、そういうようなものはま。 お支払いいいいいににななっていた方がよろしいのかなという,ふうには思いますあとですね、まあ、節税の方法としてはまあ限られてしまうんですけども、まあ、税の繰り延べっていうのを使うっていうのも一つの手かもしれませんね。あの繰り延べはあまりよろしくないっていう考え方もあるんですけど業種によってはま使い方もあるのかなというふうには思います。まあ、例えば500万の利益が上がっていて、えー、とそいつを消したいということであれば、まあ、繰り延べの何かの商品を使って繰り延べると。 まあこれは、まあ、あの、多くの企業でされている内容だとは思うんですけども、じゃあ、繰り延べしたら、まあ、来年また500万の売上まあ、利益が上がってしまうということになっちゃうんですけど、まあ、これって確定したものですよね。例えば、来年、いくらの利益が上がるかなんて、まあ、会社代表の人、ある程度予測はしているかもしれませんが、まあ、サブスクリプションとか、まあ、そういうようなものでない限りですね、読めないですよね。だけども、あの、繰り延べ効果をすると、そいつは読めるわけですよ。なので、その金額を当てにして、 経費使えるわけですねなのでまあ、例えば広告宣伝費を打ったりとかですね設備投資を刷新したりとかですねまあそういうふうに計画的に使うことはできるわけですね。なので貯めてから使うっていう考え方っていうのは、まあ、個人でよく使われることですしまあ、QGS とかまあそういうようなことでもお話ししているんですけども溜まっているもう確定した利益 まあ確定した資金っていうのは計画的に使うことができるので、まあその点では別に税の繰り延べっていうのも、まあ、悪くない選択肢なのかなというふうには思います。もともと法人での運用をまあお勧めしてない理由としては会社を大きくしていくっていうことをもう一に考えた方がいいってことですね。もう資金が余ってんだったらそのお金使ってちゃんと会社を大きくしなさいってことです。で、言うのはなぜかというと会社を運営しているのであれば、例えばそのお金を使ってですね、まあ ROI、どのぐらいの利 利回りが出るかっていうことはまあ、計算したらわかる。 ですよねで分からないっていうことはもう会社の状態があまりよろしくないのでそこに注力された方がよろしいのかなというふうには思います例えば余剰資金が1000万あります会社に予備資金としてもまあ十分持っていてその1000万が浮いているっていう状態でじゃあその1000万を使ってですね設備投資をしたりとか人的投資をしたりとかしてその分だけ利益を上げるっていう計算は、まあ、会社代表はできなきゃおかしいわけですでその1000万を使って年利回り、まあ、2年後には20%になるっていうことであるならばもうこれは個人で 運用するとか、法人で運用するとかっていうレベルじゃなくって、そっちのお金をかけた方がいいわけですよ。なので、会社を運営されていると、まあ、経営されているということであれば、まあ、私みたいなね、まあ弱小の人間がどうこう言うようなことを偉そうに言って申し訳ないんですけども、会社を運営しているということはそれだけの利回りを上げられるということなんですよ。だから会社を運営している。その余剰資金がある、まあこの会社のその内容によってはですね、まあ大きく規模があの持てないとかですね、特殊なあ企業はあるかもしれませんが、まあ、ほとんど多くの。 会社にととってははでですすすね、まあ、規模を大きくすることは、まあ、比較的容易ですなので特殊な事情がない限りはですねまあその余剰資金を使って会社を大きくしていくっていうことを、まあ、念頭に置かれる方がやっぱり一番いいですねで、まあ、余剰資金があるうちに銀行なり政策金融公庫なりそちらの方でお金は借りることができますし今ならまあ金利はそんなに高くはないのでまあその資金を引っ張ってきてですねさらに大きくしていくとで大きくすればするほどその大きい会社に対しての利回りが入ってきて自分自身が売ろうということ なので今現状においてその余剰資金をなんか普通に年利回り7%で運用するなんていう考え方をとること自体がまあ会社経営をしているにおいてえちょっと安直すぎると言いますかま目標が低いと言,い言わざるを得ないのかなというふうに思います。同じ経営者かつ40代 ね、同じ40代です。なので、もっと頑張ってですね、まあ、会社を大きくしていくっていうことを念頭に置かれた方がよろしいのではないかなというふうに私自身は個人的に思います。なので、まあ、あの法人で運用するメリットっていうのが、まあ、税制上もあまりないですし、自、え、家、ー、計算になりますので、毎年毎年その計算をしなきゃいけない、税理士さんに多分頼んでおられるとは思うんですけども、えー、税理士さんにもそれ計算をしていただかなきゃいけなくて、細かく運用していくと、やっぱ税理士さんも追加でお金もらわないとできませんみたいな、まあ、そういう方もいらっしゃいますのでね。それ ほどに資産運用、まあ法人での資産運用っていうのはま結構めんどくさいです。で、それで言うなれば、まあキャッシュを用意しておくっていうことに念頭を置いて、で、そのキャッシュはある程度潤沢に持ってる、もう個人でも持ってるっていうことであるならば、まあそのお金を使ってですね、まあ、会社を大きくしていくことに注力された方が、まあ私は総じて運用効果っていうのは高くなるんではないかなというふうに思います。まあこれが会社運営をしている 時の考え方になると思いますので、私自身も常日頃そういうふうに考えていますので、その考え方をですね、まあぜひ参考になさってですね、まあ参考になるかどうかちょっとわかりませんが、あの、私個人的にはそういうふうに思いますので、まああの、そのような考え方をされたらよろしいのかなというふうには思います。まあぜひ参考になればあ嬉しいです。はい、えー。今回の動画は以上になります。<music>